ブレンツキシマブベドチンは高 c d 3 0モノクローナル抗体に微小乾素外薬のモノミチルアウリスタチン E が結合した分子標的治療薬でありアドセトリスの商標名で販売されている開発はシアトルジェネティクス社とミレニアム社の共同開発であり日本での製造販売は武田薬品工業が行っている日本では2014年1月に再発または 難治性の CD30 陽性のホジキンリンパ種、未分化大細胞型リンパ種を適用として製造承認された。再発、または難治性の CD30 陽性の下記疾患、高 CD30 抗体製剤はホジキンリンパ種には高腫瘍効果を示さなかった。高 CD30 抗体にリンカーを介して、チューブリン15阻害薬であるモノミチルアウリスタチン E を結合させたものが、 本訳剤である。主要細胞表面の CD30 に結合した後、インターナリゼーションにより、主要細胞内へ取り込まれる。細胞内でリソゾームへ輸送され、下水分解酵素により、リンカーが切断され、うまいが細胞内に放出される。うまいは、チューブリンに結合し、微小関係性が阻害され、高腫瘍効果を発揮すると考えられている。 以下のものが重度の副作用として挙げられている。ありがとうございます。